さんこんにちは。戦争の記憶案内人の鈴木千春です。この番組は戦跡のレポートや戦争体験者から学んだことなどお伝えしていきます。本日もよろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。トラック鑑賞夏島竹島。前半はですね、海軍の一大根拠地だった、トラックの夏島、それから後半は、ゼロ戦基地がありました竹島をですね、2014年私が現地に行ったんですが、その時の写真を中心にお話ししていきたいと思います。トラック環礁はこのようにですね、周囲200キロの大きな環礁です。で、夏島はどこにあるのかというと、ここです。こういうこうワニの口みたいな島ですね。ここが夏島です。で、現代は一つ上にある春島が、中心地なんですけれども、当時は夏島がメインでした。メインの島でした。拡大するとこういう感じです。で、夏島には海軍の司令部がたくさんありました。で、この表をご覧ください。海軍と陸軍の配備です。夏島だけなんですけど、これぐらいの、兵隊が配備されていました。プラス民間人も合わせて、最大で4万人この島に、日本人がいたと言われています。で、現在はですね、夏島の住民は6000人ということでした。で、他にもこのように赤丸で囲った島、金曜島、水曜島とか、島々にですね、陸海軍の部隊が配備されていました。で、もしかしたら他の周囲の小さな島にもですね、分遣隊が出ていたかもしれませんが、ちょっとそこまでは調査できなかったので、一応私が把握している範囲ではこの赤丸のところです。で、私が2014年に行った時に現地で大変お世話になったガイドの末永さんです。末永さんはですね、43年間もトラック島に、お住まいです。本当に第一人者ですね。で、移住された時には日本統治時代をよく知っているという、その島の人たちがたくさん生きておられて、いろんなお話を取材して歩いたということでした。とても知識豊富で、素晴らしいガイドさんです。で、今回ですね、末永さんからも何枚か地図をご提供いただいてますので、それを使用して、お話ししていきます。この海域、きれいな海なんですけれども、ここの海の海底には、多くの船が眠っています。連合艦隊の白地です。ここの白地はですね、すごい最適だったそうです。水深だとか、あと水道がたくさんあって入ってこれるんですね。潜水艦とかもいました。で、その中で戦艦の白地がこの位置になります。で、有名なトラック島で撮られた有名な写真、奥が大和で手前が武蔵で、2隻写ってる唯一の写真と言われています。山の稜線が同じですね。このように揃っています。で、これはボートの上から撮ったんですけれども、私は実際その海軍の勉強を始めてですね、実際現地に行くことがやっぱりとても重要だなと思いました。まあ、ボートの上からですけども、かつて80年前90年前にですね、ここにもうひしめき合った連合艦隊の異様だとか、各船からね、それぞれ内科艇とかカッターとかがもうすごい縦横無尽に走り回ってたんだろうなとか。で、商船の方はその荷上げする掛け声とか、そういうのもうずっとやっぱその場で想像することは、すごい重要だなと思いました。で、その現地の環境を知ること、白地の波の感じとか風の音だとか、その環境を知るっていうことがすごくその戦士を学ぶ上で、一歩近づいたっていう、そういう気持ちになりました。で、少し移動してですね、武蔵の係留部位です。V の上に鳥が1匹、止まっているんですけども、 V 自体の直径は4メートル以上あるようです。それで、先ほどの写真なんですけども、この手前の武蔵のこの端っこに V がちゃんと写ってます。この V が嵐で動いて
今の場所に行ったと。でこの貴重なあの地図を末永さんからご提供いただきましたが、艦隊病地っていってその停泊するエリアが船の種類によって違う変わっているんですね。で上の方は空母、それから真ん中のあたり 1,2,3,4 ってありますけども、この中の4番が戦艦のエリアでした。でこの戦艦のエリアから、嵐で V が流されて、現在右上にある係留 V の位置に浅瀬に漂着した、で現在に至るっていうことだそうです。でご覧の通り、ちょっと私ボートから乗り出してあの斜めになっちゃってますけども、これぐらい の浅瀬です。とても綺麗な海でした。では陸地に行きます。あの夏島のですね、病院跡、右上の病院跡からスタートします。で上陸地点がこのように鬱蒼としたあのマングローブ林でした。で島にはあのバスも車ももちろんタクシーも何も走ってませんので、移動は全部歩きになります。でジャングル化しておりますので、ちょっと足腰の弱い人には、不向きかもしれません。で電気ガス水道なしです。でかつてここが一番繁栄してたっていうのは嘘のような感じの島の現状でした。でどんどんジャングルを歩いていくと、あの第4艦隊海軍病院が見えてきました。石段ですね、大きな総合病院だったそうです。で石段の隣にはですね、このように、高床の土台が礎石が残っていました。こういう高温多湿なので建物は高く作っていたようです。それでですね、私はあのこの当時の図面をなんとか入手することができまして、貴重な図面なんですけれども、ちゃんとレントゲン室とか外科内科、それから隔離病棟まであるっていう本当に大きな病院だったっていうことが分かりますが、今はどこがどこだか分かんないです。こういう現地はこういう原野に逆戻りしちゃってますので。でこれも水槽かお風呂の跡かちょっと分かりませんけれども、あのこのように排水パイプが残っていました。で、こう区画がこうなっています。で、末永さん情報なんですけど、島に住んでいる方々は、そのこのエリアに住んでいる人は自分の住んでいる場所を内科って言うんですって。で、この周辺のことを病院って言うんですって。で、あの航空工廠っていうその工場もあったんですけども、そこも今工廠っていう言葉が残っているということで、ちょっと嬉しいなと思いました。で次司令部に向かうんですが、その途中でですね、こういう石垣が出てきます。この石垣も海軍が作ったそうです。お城と同じ石の積み方だそうです。そして、病院跡からはあの徒歩15分ぐらいあの歩くんですけれども、司令部跡っていうのはこの上の方になります。で赤丸で囲ってあるところは当時、これは昔の日本時代の地図なんですけれども、映画館があったり神社があったりカフェがあったり、本当にあの町が繁栄していたと思われますね、これを見る限りでは。でテクテク歩いて第4艦隊司令部の正門に着きました。ご覧のようにすごい立派なあの門です。で、手前には庁舎の跡等もコンクリが残ってます。で奥の方は民家があります。それで、振り返ると車寄せの跡がありまして、ちゃんとこうちょっと丸くブロックが積んでありましたね。で多分海軍のお偉いさんが車で送り迎えされてたんだと思います。でこちらもですね、あの当時の図面を入手しました。で、きちんと立派な車寄せがあり、正面には庁舎があり、大きな作戦室があったりとか、今はもう原野でしかないんですけども、これぐらいどれだけ立派な建物だったんだろうと思いますね。そして、司令部を後にします。そうするとですね、道の途中に鉄道のレールが出てきました。でなんと島に夏島本線を引く予定があったということです。であの見ると本当に今と同じこういう立派なレールでした。戦争であの予定は中断されたということなんですけども、いかにあのこの島が、流行っていたか、その繁栄していたか物語ると思います。で、島を歩くとですね、このようにいろいろこう軍の遺構が残って
います。これは防空壕だと思われるんですけども、あの地主によっては、見るんだったら10ドル払えとかいろいろあのそういう、ちょっとそういう地主さんもいますので、行った時にはガイドさん の案内の通りに行ってください。で 町じゃない、あの島の中に子どもたちがいっぱいでですね、このようにもうピースがなぜか逆向きなんですよ。で丸裸の男の子がわらわらついてきたりとか、本当にあの子供いっぱいでした。で一家に10人とか15人っていうのは当たり前なんですって、子供が。それで一夫多妻ではないんですけれども、何回も結婚離婚を繰り返すことが全然普通で、父親違い母親違いの子供たちも、もう全部まとめて家族としてあの育てるそうです。で基本的には、子供を育てるのは女性の仕事、それで、女系社会なんですね。で家督も長女長女にこうつないでいくんですって。で女子がいない家には養女を迎えて後取りにするんですって、っていうぐらい女系社会で、あの男は責任を取らなくていいっていう、男にとってはパラダイスのような島なんですけれども、結婚したら奥さんの家庭に入る、その代わり男が築き上げた財産は全部丸々奥さんのものになる。で、万が一離婚したら男は裸で出ていくっていう、そういうのが島の掟だそうです。で太平洋の島々は基本的にあの女尊男卑ですね、男尊女卑じゃなくて逆です、女尊男卑、女の方が強い、そういうあの島でした。であの途中教会が出てきました。で島ではカトリックと、プロテスタントは半々だそうです。で日本の統治が始まった時に、あの軍政の前ですね、将校がこの島の リクエストは何だと、要望は何だと州長に聞くと、宣教師を派遣してほしいっていうのが一番初めのリクエストだったそうです。で木に吊るされてる酸素ボンベがあったんですけど、これは教会の鐘でした。鐘となってあの活躍してました。で春島ではですね、酸素ボンベは車止めになってました。で、島のちょうど真ん中くらい、靴は桟橋というところがあります。通称ちょんちょん橋と言われているそうで、この先には遊郭があったっていう、そういう意味でちょんちょん橋だそうです。で橋自体はですね、戦後に復元されたものです。でちょんちょん橋の場所はこの辺り、ちょうどワニの口のこの真ん中あたりですね。で、島を歩いていくと立派なグラウンドが出てきます。で海軍はですね、スポーツをすごく奨励していたので、あの野球場や、テニスコートや、相撲の土俵や、すごい観覧席まで作ってあったそうです。すごい立派なグラウンドでした。で私たちが行ったちょうど2日後がその夏島の大運動会が控えてたんですね。それで島の人たちがみんな一生懸命こうグラウンド整備してたんですけども、それは勤労奉仕っていうんですって。みんなで作業することを勤労奉仕で、私たちがその日本人のツアーがいるよって聞いた、あの話しかけてくれた男の人がいたんですけど、現地語の言葉の中に運動会って言葉が出てくる。で俺は1組だ、あいつは2組だとか、リレーとか景品だとか、そういう言葉がその会話の中に入ってきてすごく嬉しかったです。で日本人って聞いたから、そういうのをあの分かってて話しかけてくれたんだと思うんですけど、そういうフレンドリーな方がいました。でちょっと歩くとトラック公園の火が出てきます。でこちらはですね、見えますでしょうか、都楽、都に楽中の楽ですね、公園、こういうふうに掘られてます。でこのトラックっていう表現なんですけど、他にもこのようにトラック神社がかつてあったと。でお札、これは元海軍軍事部だった方があの貴重な一枚を残されたっていう城に挟まってました。でこれは18年ですね、昭和18年の夏島にはちゃんとこうやって山の上にトラック神社があったと。で春島には春島神社で、竹島には竹島航空神社があったそうです。今は何も残っていないということでした。で、歩いていくと工学校が見えてきます。で工学校っていうのは島の子どもたちが通って日本語を学ぶっていう工学校、今は夏島の役場になってます。でこことは別に日本人の子どもが通う学校っていうのも別にありました。で残ってるあの
日本語由来の現地語もたくさんあるんですけども、電気電話電報とかで、笑い話なんですが、末永さんがよく子供に聞かれるのは、電気って日本語でなんて言うのって聞かれるそうですっていうぐらいもう根付いてるという感じですね。で、先ほどのそのグランドと工学校はこの場所になります。それでですね、この元になった夏島中心街のこの地図はですね、トラック島夏島会の方が記憶を、皆さんの記憶を記録して地図に落とし込んでくれたって、とても貴重な地図です。本当にありがたいです。そういうことをやってくださったので、後世の私たちがこの地図を見ながら、ここに何とかがあったんだろうなっていうふうにイメージができるので、本当にありがたいなと思いました。でご覧ください、竹中工務店とかね、馬淵組、お菓子屋さん、用品店がいっぱい出てきてます。で右上の方には、日本航空の出張所があります。で戦前は東京からトラックまで週に2便の直行便があったそうです。でも今は繁華街のあったこのように民家と原っぱになっています。で、日本時代の側溝も残ってました。すごい立派で、当時のその丁寧な土木工事だったなと思って見てきました。で、私たちは市長桟橋から目の前の竹島へ、移動します。前半はここまでです。